名誉右に、敵なしさジンゴロウサジンゴロウは、江戸時代初期に活躍したとされる伝説的な彫刻職人。講談や老曲、落語、小竹新喜劇で有名であり、ザ・ジンゴロウ作と伝えられる作品も各地にある。講談では、地元の大工に腕の良さを妬まれて、右腕を切り落とされたため、また、左利きであったために、左という姓を名乗ったという説もある。 日光島小軍の眠り猫をはじめ、神五郎作と言われる彫り物は、全国各地に100カ所近くある。しかし、その制作年間は、安土桃山時代、江戸時代後期まで300年にも、及び、出身地も様々であるので、佐神五郎とは、一人ではなく各地で腕を振るった、交渉たちの代名詞としても使われたようである。逸話などで、その存在さえも疑われているが、 実在の人物として記述している文献も見られる。足利家臣、伊藤佐根城正俊氏を父として、文禄三年に、針間国明氏に生まれた、父親の亡き後、叔父である、日田鉱山藩氏、河合駐在門宅に寄遇、慶長十一年、慶伏見金利大工統領、夕日だ北京余平次の弟子となった、五年に、江戸へ下り、将軍江戸城改築に参画し、 西のマルチ稼働の秘密計画保持のために襲われたが、資格を倒し、官営11年から被護者である老中、土井都勝の女性で、佐抜高松藩主、伊駒高利氏のもとに亡命。その後、官営17年に京都に戻り、市の名を継いで金利大区統領を拝命。北京の官位を得た後、官営19年に高松藩の客分統領となったが、慶安4年頃に逝去。 去年五十八、名校、佐ジンゴロウのモデル、岸上一族の一人である初代、岸上ジンゴロウ信は、永生元年に誕生し、六十六歳で没したと、されている。十六歳の時に、遠の峰十三唐その他を混流し、その時の天下人に、見事である。昔より右に出る者はいない。それでは、ジンゴロウは左である。左を合すべし。と言わしめた。 そのお達しにより、くらいとして、左を名乗ったと言われている。実在の人物であり、貝塚生まれであるということを、実証する資料として、最高時報王の欄間がある。眠り猫赤い屋の竜子山の恋これらの中には、作風がにつかないものもある。他人の作品に人五郎の名前を付けられることもあり、名の知れた彫刻師だったのだと考えられる。テレビドラマ、水戸黄門シリーズに登場する。 甲羅市氏、原田智彦著日本歴史大辞典左光巨著サジンゴロウの自責と、その後左光巨著名工サジンゴロウの一生見学実ノル名工サジンゴロウその一門見学実ノルチ彫物大古代。